パクちゃん、マリナの本場カーティータイム、はい、今週も始まりました。マリナさん、ちょっと寒いですね。寒いです。肌寒いというか、ちょっと服間違えました。間違えましたか。寒いです、ね。でもね、お昼間眠かったじゃないですか、うん、むっちゃいい天気あったじゃないですか。そうそうそう、どこ行ったんですか。だからね、うん、この時期は花冷えという言葉がね、うん、知ってるでしょ。花冷えという言葉があって、まだまだやっぱりね、昼間はあったかいですけども、やっぱりこう日が陰ってくると、うん、やっぱりまだまだ寒いですね。寒いです。はい、ではマリアさん、はい、また振り返りましょうか。ちょっとね、どうです、何かありました。花粉症もうダメです。あー、うん、でももうぼちぼちあれでしょ。私ね、本当になんか花粉症のそのアレルギーの反応の値がすごく高いみたいで、うん、なんか多分、1月、2月ぐらいから、はい、もうちょっと前からかな、まあ、1年の半分ぐらいは花粉症何かしらに反応してるらしいんですよ、うん、ま、多分この時期の臭いのやつでなんか 100% って出てて、うん、そうですよ、マリアさん。いや、年がら年中花粉って飛んでるんで、ね、飛んでます、飛んでます。で、それをどれに反応するかじゃないですか、うん、で、もう本当に 0.1 超えたら、うん、なんかちょっとか反応してますねって言われるところの 100%、はい、っていう値が出てて、お何やろこれっていうぐらいの感じなんですけども、それが出てしまって、うん、もうお薬ちょっと飲み忘れても大変ですし、うん、やっぱ時間ちょっと空きすぎたら今度切れてくるじゃないですか、うん、じゃあもうすぐになんか鼻が大変なことになってきて、もう最近はお薬と点鼻と点眼と、うん、なんか常備してます。なるほど。じゃないとなんかもう過ごせないです、今年特に。ああ、毎年、今年はなんかきついとか言ってるけどね、花粉でもね。でも今年ちょっと弱めって聞いたんですけど、昔から弱い時の方が出るんですよ。ああ、なるほどね。まあだからその、たまたまヒットあったんでしょうね、ある花粉に。なんですかね、まあ、そのせいもないかもしれないですけど、やっぱり今日も眠いんですよね。最近そればっかりだね。もう本当にもう、アレルギーの薬って怖いですよ。やっぱちょっと眠くなるせいも入ってますもん。いやいや、始まってますからしっかり頼ませ。あ、はい、頑張ります。あ、はい、自己紹介に、初めてね、見張る方もおられるらしいんですよ、うん、で、誰みたいななってるんで、ちょっと自己紹介やっておきましょうね。なんだとか、初めてですけど、そんなするの。あ、そうかな。初めてですよ、やったことないです、やったことないです。やっておきましょう。はい、ハクちゃん、マリナの、ね、本場カーティータイム、はいはいはい、この野崎参道商店街盛り上げようということでね、はい、始まりましても、はい、早3年経ってます。もう3年ですか。はい、で、第1回目から私、落語家の住川白秋と、そして竹内マリナで、はい、この2人で、はい、お二人というか、この2人で、はい、続けておりますけどもね。はい、ということですけども、ね、はい、自己紹介やっておきましょうね。そうですね。はい、では、はい、私も写真を用意してますので、ね、あ、写真はもう今日いっぱいあるんで、たったかたったかいきますよ。はい、はいはい、私、京都ポント町ね、うん、グローカルカフェ京都ポント町クラブ、ポント町教室でね、はい、管理人もさせていただいてますけどもね、火曜日、うん、これかんざし教室、かんざし、はい、バラのつまみ細工かんざし教室です。こういう生地あるでしょ、うん、フェルトっていうのかな、フェルトちょっと柔らかめの、はい、そう、あれをちょっとつまんで、うん、こういうバラを作っていくんですよ。で、これがブローチになったりかんざしになったりするんですけどもね、うん、これ生徒さん今、あ、もうこの辺バラですよね、もう、はい、うん、で、前回これモザイクかけたでしょ、あ、作り方のところ、工程を絶対映しちゃダメなんですよ、はい、この先生の門外不出でございますから、はいはい、今回もモザイク見たい人は来てください、教室に、はい、はい、いや、もう完成品はモザイク OK です、うん、ほんでね、マリアさん、はい、いい気候になりましたから、うん、この塔を開けっぴろげにしてやってみたんですよ、うん、そしたら、あと、ま、やっぱ前通り貼ると何やってんやろって覗いてくれます。うん、で、外国の方も道を尋ねに来られました。あ、見事に私教えましたよ、うん、地図を片手に、はい、ペラペラ、フランス語ですわ、うん、流暢に、流暢じゃなかったけどもなんとかなるもんですね、はい、喜ばれました、はい、はい、そしてで、これ完成品、完成品、これ生徒さんの作品ですよ、はい、いや、これはまた違う生地ですね、綺麗でしょ、めっちゃ綺麗です。これはブローチ、ね、これはそうですね、ブローチですね、はい、じゃん、これつけたところですけど、いいでしょ、あ、案外でかいですね、おしゃれな、うん、どんなパーティーでもこれ OK です、うん、また入学、まあもう終わりましたかね、そういう風な、あ、入学式とかね、
ね、そういうところでもこれつけていっていただいても OK ですしね。もうすぐしたら母の日とかあるじゃないですか。母の日こんな送ってあげてくださいよ、ね、手作りで喜びますよ、また お葬式でもいいです。これそんな派手じゃないですからね、あかんか、あんまつけてはることは見えへんかな。まあいいでしょ、なかなかね、はい、はい、でこれ先生なんですけどもね、先生も今回も和服で来られて、はい、あ、なんか雰囲気出ますね。はい、これ先生のこの鬼のところにもこの作品がね、あ、いろんな種類のお花が、ね、そうです、はい、これまた先生これ頭にどんだけつけとんねん自分の作品を同じやつで、どんだけアピールしとんねんいやでもやっぱりアピール大事ですよね。またこの頭がこれ青色ですからね、あ、これ光の影じゃないですか。違うんですよこれもうみんな自分で見てます。あ、やっぱりね着物やから京都らしいわ思って見てんじゃないんですよ、みんなこの頭に注目やってます。いやいや、はい、でもやっぱりこうやって目立つところにあったらそれ何って聞いたら、私こういうの教えてるのっていう会話の一つにもなりますね。そうです、現にあったんですよ。あったんですか。でもう先生がすぐ名刺、お名刺を渡してね、これでまた生徒さん増えたらいいですよ、はい、これも先生の作品です。今回で何回目ぐらいですか。この1月からやってます。1月からで、はい、月1ですか、はい、ほんでね、あのシュシュってあれでシュシュ、うん、ゴムですよね、はい、髪の毛あれ、あれやったら、短期コースで OK です。でもこのね、かんざし一つ作ろう思ったらちょっと定期的に通ってもらわないといけないです。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ、まあ、1回目行っただけではやっぱ作りするのはちょっと難しいですか。そうです、ただね、必ず入門編としてこのシュシュ、これは作っていただかないといけないんですよ。それが基本となってこのかんざし、自分でどん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 アレンジして作っていくこともそうです、マリナさん、はい、えちょっとねごめん、ね、これメトロン星人って知らないですか。知らないです。ウルトラセブンに出てきたね。あ、そうなんですか。いや皆さん寒いですねってね。え、どうしたんですかこれ。いや作ったんです。作ったんですか、はい、え、作ったの。はい、僕が作ったんです。あ、そうなの、はい、でね、これなぜ、はい、次見てください、うん、あ、次見たらこれ知ってる人感動しますから、じゃーん、今日のね、ポント教教室、うん、今日もあって私行ってきて、今日、はい、もう京都から今ここへ帰ってきたんですけど、原型的思考講座ですよ、うん、あの原型的思考講座という教室やったんですけども、これマリナさん、ごめんなさい、文字見た感じちょっと私難しいなって思ってしまったんですけど、どういう講座になるんですか、はい、今から話します、はい、でも、ね、マリナさんね、ちょっと戻してください。戻さなかったね、戻して、はいはい、これね、うん、知ってる人見たら感動すんねん、これ知ってる人見たら、これウルトラマンのあれやで、オープニングの曲が流れて、うん、何々登場とか怪獣の名前が出たり、そ、出るんですよ、うん、そういうテロップが、テロップがね、それなんですよ、それを再現してるんです、私これ、うん、分かられた方いらっしゃいますか。あ、わかられいらっしゃって、この私のね、この細かい仕事これを作ったんです。なんか最近ハマってるんですか、この作るの。京都でこういうことばっかり。そうそう、はい、はい、行っていいですね、行って、行ってください、はい、東大のね、あの丸山教授、丸山先生、はい、今年で生誕100周年です、はい、その先生の書かれた本をもとに、はい、水口秀樹先生という方が一冊の本を出されました、はいはい、その本に基づいての講座なんですよ、はい、マリアさん言ってください、はい、これがその丸山先生、東大のね、もうこれ水口先生がもう読みちぎってるんですよ、うん、はい、そしてこの本を書かれました、うん、日本と日本人、ジャパン&ジャパニーズですよ、はい、水口秀樹先生の著作でございますけどもね、マリナさん、どういう内容かと言いますとね、例えば昨日ニュース見ました、どのニュースを見ても、どのチャンネルを回しても、まあ今回すとは言わんけどね回すって言わないですねどのチャンネルを押してもはい、はい、回すって古い、うん、あ、見てください、見てください、はいはい、あの、何がやってました昨日ね、私テレビ見てないんですよ。ニュースやっとったでしょ。あの、スタップ、そうです、スタップ細胞の、あれはお昼間漏れ聞きましたね、はい、あの女の人、昨日ちょうどね、おぼかたさん、あの会見でしたもんね、はい、謝罪会見、会見というか釈明会見というか、ね、あの会見一つとってもこの本が生きてくるんです、うん、どういうことかと言いますと、はい、典型的な日本人の会見なんですよ、あの会見が、あの会見が、はい、どういうことかというと、結局責任の所在がどこにあるかわからない、うん、ね、全くわからない、日本人というのは責任を取れない民族なんですよ、そういうふうになってしまってるんです。それはなぜかというのを、この、あ、この本の中の
切り込んでるんです、うん、これは丸山教授がね東大の、うん、ほんで今ヨーロッパ諸国欧米みんなが危惧してるのは原発問題でもそうでしょ、うん、結局むにゃむにゃになって誰も責任取らない、うん、私が悪かった誰も謝らない、うん、みんなあいつのせいやこいつのせいやという風になってる、うん、なんで日本人はそういう風な思考回路なのかというのをメス入れてるんですよね。でね、あの面白い話聞いたんですけど、はいはい、僕京都行ってるんでね、京都大学名門です、うん、ね、京都大学の近くに古本屋があるんですけども、うん、そこのおやすさんが言ってました、はい、昔と今とガラッと変わったことがあるんですよ、うん、合格発表の日、発表の日どうなるかと言いますとね、はい、京都大学の前に車がずらーって並ぶんですよ。親御さんも一緒に来はるから。そうなんです、親と一緒に合格発表を見に来るんです、うん、昔そんなことありえないんですよ。昔は一人で見に行ったんですよ、ドキドキハラハラしながら。そうです、うん、ほんで、あの合格したねとか、うん、赤飯炊いて待ってるわねとね、タイのお菓子屋付き、うん、昔はそういう光景やったんですよ、うん、今はもう親が一緒に車で、うん、それどういうことか言うとね、天下の京都大学に入ったところで人間として一個人として自立してないんですよ、うん、こう育まない文化なんです、うん、ほんで今の大学生のね、うん、4割が本読まない人ですよ、うん、ね、結局そういう風な延長線上にああいうおぼかたさんみたいなね、うん、研究員が生まれるんです。だからあの人も、ね、それだけが原因ではないかもしれないです、まあ、いろんなあれがあると思うんですけど、ありますけども、うん、一つの大きな要因なんですよ、うん、それが、まあ、そういうのをこの本の中で、はい、なぜそうなったかというのをこう切ってるんですよね、うん、はい、だものすごい面白い講座です、はい、これ講座風景ですけどね、はい、今日のこのテーマ、はい、ここちょっとホワイトボードがありますが、はい、これねアンダーね、アンダーギブン、コンディションね、はい、これです、はい、これね日本語に訳したら難しいんですよ、うん、でね簡単に言うと与えられたものとかそういう意味なんですよ、うん、簡単に言うと要するにどういうことかというと与えられたものをそのまま受け入れる、それを正しいのか間違ってるのかっていうのをいちいち考えずに多くの人がやってることを受け入れるっていう風なあの傾向がものすごい日本には強いんですよ、うん、まあ、でもこうやってなんかいろんな、まあ、社会の情勢であったりそのニュースであったりっていうのの原本、こういうこの本の中にこういう形で切ってってるのよっていうのを教えてくれはる講座っていうことですか。そうです、だから、はいはい、ニュースの見方も変わってきますし、はい、じゃああれですよね、本当にテレビを見たりとかニュースを見たりとかして、うん、もっと違う視点で見たいなっていう方とかが もう超おすすめしていただけるとすごく新しい見方ができたり新しい捉え方ができたりとか、はい、でこのね丸山先生っていう、はい、元々のこの本書かれた人はめっちゃ有名な人なんですよ、うん、であのさっきも言いましたけどもね今年で生誕100周年なんで、はい、もう全世界から注目に集まってるんです、はい、だからそれに乗っかってなんとか水口先生もこの本売ろうと必死になってますんで、はいはい、これは私作りましたけどね、はい、私一押しの講座です、はいね、原型的思考講座、はいね、毎月第2第4木曜日午前10時半から午後12時半まで2時間みっちり先生の講座を受けれます、はい、ほんまに面白いですからね、はい、はい、これ絶対に、いろんな人に役立ちます、うん、音楽やってる人も芸人さんも、うん、絵描いてる人も特にそういう風なことやってる人にはこの講座受けてもらいたいです、はい、なんとお問い合わせは白昼さんまで私まで、いただいていいですか、はい、もう Twitter、Facebook、ブログ、いろいろね、もう検索やったらすぐ出てきますから、はい、はい、私にあの問い合わせてください、はい、はい、終わりやと思ったらまだあと、はい、京都ポント町の春ですよ、駒川の駒川ちゃうか鴨川へ。びっくりした、今どこでした。鴨川商店街やっとんがよ、うち地元の鴨川です。はい、桜がね、桜綺麗ですよね、マリナさん、はい、これからシーズンに向けてこうやって掃除してくれてはるんです、はい、缶を掘ったりね、タバコの吸い殻とかやめてください、はい、ね、綺麗にしてくださいよ、もう自然を、はい、だからこういう看板も立ってます、はい、はい、川に悪感ゴミ等を捨てないでくださいと、子供たちに美しい川を残そうということでね、はい、もう思わず私もこれを貼り付けましたけども、はい、皆さんね、とにかく自然は、大切にしないとダメです、
ね、もうそれのあの原発問題で福島偉くなってるんですから、太平洋にね、どん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 今汚染水が流されてるんですよ。えらいことになりますよ。そういうことにもね、あんまり関心ないんですよ。だからこの典型的思考講座を受けて、もっとその社会にね、メスを入れていけるような人間になりましょう。そうなんですよ、ゲストさんがおるんです。いつまで行くんやろうかと思って、はい、考えてすいません、はい、それでは本日のゲストですけども、はい、まずは、はい、もう素晴らしいパフォーマンスを披露していただきましょう、はい、それではこちらの方登場していただきましょう、はい、お願いいたします。あ、飲めはるんですか。私たちちょっとね、はい、邪魔になるかもしれないので、ちょっと参加していただきまして、はい、どうぞこちらの方よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。イエーイ、よろしくお願いします。松田仁之介フューチャリングバンジェムです。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは歌います。聴いてください。スカイ広い世界まで、この歌をもっと君に届けよう。動きなら力強く踏みしめ、歩き続けるんだ永遠に。あの炭はだる空の果てから、守ってくれるから、青い空に君を浮かべて、僕は前へと歩いてく。 Look in the sky、 広い世界まで、この歌をもっと君に届けよう。力強く振りしめ、歩き続けるんだ永遠に。光る星が君だとしたら、僕はうなずいて君を探し見つけるよ。どんな時もいつもの君が一番輝いていてね。 Look at the star、 あの
りあえず、とりあえず、はい、順之助さんはこちらへ。はい、行きます。ほんで、じゃあワンチーム代表で一人座っていただいて、一人座っていただいて、後ろ、あと3人立ってもらう形でも大丈夫ですかね。はいはい。いやー、大人数。よろしくお願いします。お願いします。まあ、椅子がないんで、そうなんです、すみません。あのこれご覧になられてる方、はい、別にはこれ体罰じゃないんでねこう立たしてるというんじゃないんで、仕方ないということで、誤解のないようにお願いします。では、はい、まずは、はい、いつものように、はい、自己紹介をしていただきましょうかね。はいはいはい、はじめまして、松田純之助です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まずリーダーのパズキです。お願いします。はい、お願いします。リコです。よろしくお願いします。はい、タクミです。よろしくお願いします。マーチです。よろしくお願いします。はい、お願いします。いつもこのメンバーで活動されてるんです。もともと僕が一人でやって、彼らもバーンジムっていうダンスグループをバラバラでやってたんですけど、はい、今回から松田純之助にフューチャリングでバーンジムという形で活動するようになりました。はい、はい、すいません、ちょっと落としてきました。頑張り張りました。申し訳ないです。大丈夫です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、いろいろまあね、これからいろいろご質問をさせていただくんですけども、はいはい、爽やかですね、返事が、はい、はい、はい、ってね。ありがとうございます。なんかね、いいですね。ありがとうございます。こんな感じでいこうかなっていう。あ、今まではそうじゃなかった。いや、こんな感じ、変わらない感じ。あ、そうですか、はい、何かあって、そうだったんですか。あ、特に、このまま、そうですか、はい、あ、それ聞いて安心しました。違う路線もあっての今になったらどうしよう。そうなんですよ。ねえ、彼らがもう若いんで、ああ、この若さに負けじとやっぱりこう爽やかさを出さなあかんからっていう。なるほど、はい、お聞きしたところ、高校生、現役のね、高校生ね、若い、いや、あんなちゃうでしょ。僕は違います。僕はあの卒業しすぎてます。あんたいうことないね。あなた、あなたもあかんから。松田さん、はい、松田さんね、はい、かわいいですね、でもね、ねえ、なんか、うん、いい高校生ですよね、うん、もう僕が待ち望んでた高校生です。こういう高校生を僕は見たかったんです。常日頃、常日頃。どんな高校生見たんですか。あんまり高校生見てない。あ、そんな言うと怒られる。そんな人ばっかりじゃない。いや、いい高校生ですわ。ね、だから、はい、ね、マリアさん、あの高校球児って、はい、ね、まあ、もう春の甲子園終わりましたけども、うん、もう野球に情熱を注ぐ、はい、で、彼らはまさに音楽、ダンスに情熱を注いでね、はい、一緒じゃないですか。なんかもっとこう、それこそね、ダンスの世界の勝利の甲子園みたいなのを目指して頑張っていただきたいですよね。はい、じゃあ、なぜこう音楽を始められたんですか、いつ頃から。僕は音楽始めたのは、遅掛けの3から始めたんですよ。あ、な、だいぶあれです、お、あれですね、はい、いやいや、いやですね、そこそこ割に食ってるっていう。いや、びっくりしましたけど。あの、よくもう言われるんで平気です。いや、いや、全然悪くはないですよ。悪くはないです。いや、さんの言い方に、それを売りにしていこうかなっていう、あの若さを売りに、いいですね、はい、このギャップ的な。なるほどね、ほんまはもう彼らと同い年とか言いたいんですけど、はい、それちょっとダメだと思うので、ちょっと売り、まあ、ちょっと無理がですよね、はい。そうです。なんで始められたの、そのきっかけは。きっかけは歌いたかったっていうだけですね、単に。憧れてたっていうのがあって、はい、でもやっぱりそうなんてなかなか巡り合わないじゃないですか、はい、やっぱり、はい、普通に日々過ごしていると、はい、でたまたまその自分が行ってた近くのカラオケ屋のコンテストの応募用紙を見て、はい、で友達に勧めてもらって、はい、受けたのがきっかけで音楽が始まったっていう、僕の感じです。いいですね、あの僕ね、好きですわ。あ、そういうきっかけで始めたとか、うん、それ以外ないじゃないですか、うん、好きやから歌いたいからっていう、うん、でそれが別にね、30であろうと40であろうと15であろうと始まりがいつであっていいんですよ、はい、ただね、うん、
それをいかに継続させれるかどうかなんですよ。こっちの方が大事で、だから10代からね、やり始めてももう20歳ちょっと過ぎて挫折やってやめていく人もおれば、それこそほら、あの有名だった人おるでしょ、あのオペラでね、あの外国のね、あのあの人みんな一緒に考えたの、あんな人おるんですよ、ね、だから、うん、あのやっぱり継続は力なので、はい、こうどんどん続けていっていただきたいんですけど、はい、あの普段 どういうどんなところでこう活動はされてるんですか。僕は、普段はもうあの心斎橋とかだったり、はい、あのライブハウスとかだったり、今はあの東京にあの月一で行かせていただいて、はい、東京のライブハウスで歌わせていただいたり、はい、あとはストリート、はい、っていう形ですね、今の舞台の表現は。はい、だその一緒にメンバーで、そうです、あのバンジムのみんなと一緒にあの大阪を回ったりとか、はい、東京行ったりとか、であとおのおのでも活動してますので、はい、彼らがダンスのイベントの時は彼らだけで動いたりとか、あ、僕一人の時は僕一人で動いたりとか、あ、はい、その、バーンジャムさんですか。バーンジェム、あ、バーンジェムさんね、はい、バーンジェムさんはバーンジェムっていう名前はどういうとこが来てるんですか。まず笑いましたよ。考えたのは僕なんですけど、著作権取られたんで。あ、考えたんやけども、もうこちらの著作権なんです。あ、こちらの考えた言ってますよ、はい、まあ、おごけたさんみたいなの言ってますよ、これスタッフ最後の、ね、いいんで、あ、いいですか、はい、まあ、どのような経緯でね、どういう意味なんですか。作られたかバーンジェムっていう、ね、バーンっていうのは燃えるっていう、燃える、はい、燃えるように熱いパフォーマンス。あ、なるほど。ジェムっていうのは、はい、宝石みたいな、もう意味なんで、宝石のように輝くって感じで、すごい欲張ってますね、はい、燃えるし輝くしって。だからダイヤモンドって燃やしたら灰になるんじゃないですか。なりません。あ、そう。今怖かったね。なりません。多分不足等やったね。冗談やね。不足等やったんでよく言われるの。なんかそういうことって言われたりとかすることあるんですか。あんまないですよ。ないです。あ、すいませんね、失礼なこと言う。冗談ですからね。いいじゃないですか、燃えるし輝くしってね、ね、両方とも光ね、感じますからね、はい、で、どういうあれ経緯で知り合ったというか、このチームに、はい、結成したんですか。ボートがつながったんですよ。僕があの、はい、ワンマンライブをした時に彼が後ろで踊ってくれたんですよ。はい、ダンスしてくれて、で、それであのまた僕と一緒にやりたいって言ってくれたので、はい、で、じゃあ一緒に頑張っていこうかって言った時に彼らが連れてきたんですよ。この4人で組んでるんで、あ、なるほど、同じ高校で漏れなくついてきたわけですね。漏れなくついてきて、漏れなくついてきて、で、もうこの5人でやっていこうかっていう、もう一回夢見ようぜっていう形で、なるほどね、始めて。ポッペ夢見ようぜって、まだ彼ら高校生ですからね。そうそう、夢ばったなあかんですから。僕はもう一回見ようかなって。もう一回見せてあげよう、もう一回見せてもらおうかなっていう。なるほど、誘い入れたわけですね。そうそうそう、僕は泥沼に、いや泥沼じゃないんだ。僕はいろんな足を踏み入れたんですけど、もう一回見直そうぜ。なるほどね。あら、いいメンバーと知り合いましたね。いや、ほんとそうですよね。本当に彼らはもういい、マニアさんどうですか、女性から見て。え、皆さんね、本当に、はい、ずっとダンスされてたんですか、それとも招き入れられて始められたんですか。いや、違いますよ、マニアさん。何を聞いてるんですか。もう組んどったんですよ、チーム。え、もともと組んでたんですか。そこへ招き入れられたんですよ。招き入れられたの。誘われたの。じゃあ、その4人はどうやって知り合った、あの高校っておっしゃられてましたけど、はい、その高校で何かサークルだったり、活だったりという形だったんですか。あと、僕たち大阪スクールミュージックの全然音楽校の高等課程に行ってて、そのそこで知り合ったんですよ。ああ、でも同級生というか、はい、この子だけ2年生です。あ、2年生、はい、で、あ、3年生で、はい、2年生、みんな、ね、先輩が、はい、あ、先輩の特権で、特許を俺によこせた。それ知らないですよ。先輩やったら、やっぱり上下関係いうのは厳しいですから。ありますね。それ知らないですね。でもみんな可愛いですよ ね、イケメンでね、爽やかで。今日すごい目の保養です私。あ、やっぱり。あれ見てないと思う。だいつものゲストさん失礼ですよ。いやいや、いつも見てますけど、多分いつも以上に見てしまうんじゃないですか。うん、まあ僕もそうですね。でしょ。そういう趣味はないんですけど、なんかやっぱりいいですね、爽やかで。少しでもその若さをいただこうとしてね。吸収ね、若い精気をね。はい。妖怪やそんな。
どんな MC やねん。いらんと言わんと。はい。で、ちょっとね、はい、ご紹介のものをもらったんですけれども、はい、じゃあヒップホップ担当とかロック担当とかブレイク担当、ホップ担当ってあるんですけど、やっぱり得意な分野っていうことですか。はい、全員ジャンルがバラバラで、へえ。それで本題に伝わるんで、はい、あのブレイクというのはブレイクダンス。はい、そうですね。あ、僕あれ好きなんです。僕も実はね、ちょっとやっとったんですよ。えちょっとだけね。いや、でも全然もう今踊れないです。ちょっといいですか、やってもらって。ちょっと触りを。ブレイクダンスを。ちょっと。簡単なやつ。はい、うわ、かっこいい。いいね。もうね、私もあのピラッと止まる瞬間がすっごい好きなんですよ。かっこいいね、あれね。あれ。うん。あ、あれはどう、あのムーンウォーク。いや、そう。あ、そっち。やっとやって。ありがとうよ。できる。できませんよ。おお。おお。いや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 、みんなほんとなんかちょっとずつ得意なを一人ずつちょっとできるかな。こう下がちょっとやりにくいかな。あ、まあちょっとなんかできる程度で。僕アクロバット得意なんですよ。へえ。1個じゃあ、はい。おお、かっこいいね。かっこいい、すごい。ではあの先輩僕できません。あ、できるのか。言うだけやね、やっぱりね。いや、先輩はそれでいいね。もう言うだけ。みんなをまとめたらいいんですから。鶴の一声。はい、それでいいんです。だから、スマップで言うたら仲良くみたいなもんです。そうですね。はい、それでいいんです。はい。はい、では、あ、おかけください。いやー、ほんまにやらへんよ。ちなみに、松田さんは何か、はい、そのダンスケートは。いや、もう全然できないです、ダンスは。あ、そうですか。はい、もうあの、うん、あー、またやってます。イエーイ。まあ一点ちょっと、ちょっと無茶振りでしょこれ。まあせっかくなんでちょっと、はい、まあそうですね。じゃあ、はい、これあの断ったらちょっともったいないんですけど、はい、せっかくなんでやらせて、はい、まあまあいいんじゃないですか。いきます。はい。なんやねん。いや、でもね、ダンスがね、マリアさんもできんちゃいますか。え、あ、マリアさんこう見えてもね、バレリーナなんですよ。へぇ、いや、何年前。なかなかですよ。何年前。やるの。ちょっとマリアさん、マリアさんもちょっとくるっと回転ぐらいやってください。見てください、これ見てるんですか。せっかくなんで、私ここでマリアファンが見てるんですから、たまにはちょっとサービスしましょうよ、マリア。なんはい、ちょっとターンでもいい。ターンか何か。踊りなんか本当に何年やってないんですか。ちょっと待って、プライドでしたっけ。ボックスでいい、何でもいいです、はい、何やねんそれ。はい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 、ちょっと話すことは元のこけそうになった。これ危ないと思って。なるほどね。でもあのローヒールの時にまたお願いします。まあマニアさんのダンスは置いといて、はい、あのここだけこれしてほしい。いやいや、それも無理だ。生で流れてます。流れてるからその場だけ入れてくれます。あの今までね、この活動のこととかいろいろあのお聞きしてますけども、どうですか今後の展望としては。今後の展開としてはやっぱりこの松田仁之介フューチャリングバンジムという形で、やっぱりあの大きいステージにどんどん進んでいきたいなっていう目標もありますし、やっぱ彼らも彼らで頑張っていただきたいので、こうやっぱこうお互いの相乗効果で一番いいものを作っていきたいなっていうのがで、夢はやっぱり大きいステージでドンとワンマンライブでも。だからね、僕ほんまにお願いしたいのはバンジムさん、そして松田さん、はい、ね、どちらかがポーンと行っちゃっても絶対一緒にまたね拾い上げるというか、ね、あの例えば淳之介さんがブワーッと行ったとしましょう、はい、でかいね、ホールでライブができるようになったと。でもうええわお前らじゃなしに、何歩ビッグなっても俺のバックはお前らだけ。そうですね、はい、俺のバック務められるのはバージュームだけだぜみたいな。あ、それめっちゃかっこいいですね。常にそれでおったし、
そうです、そうです、もうバンデムさんはもう行っちゃってね気が付かないね彼らが行ったら僕はあの後ろからついていくって決めてるんででも戻れないもんねそうね、あのだから美味しいご飯だけ食べさせてもらおうかなって紐はい、そうです紐状態、はい、やっかいだろバンデムさんもね、もうせっかくなんでダンスでバーン行っちゃっても俺たちの前で歌うのはもう淳之介だけだぜみたいなでね、ちょっとここで固い契りを結びましょうそうです ね, ね兄弟の杯を交わしてもらってやっぱりね、縁なんでねまあね、芸能界って厳しい世界でねこうあるんですよ、一人だけちょっと自分一人だけやったらうち面倒見るでとかあるんですよね、で、まあいろんな考えあるもんですプロとして俺は上目指すんやったらよしって行くのももちろんありだと思います、プロであるならね。でも僕はやっぱりせっかくこの知り合って今このメンバーでね、本若ティータも出ていただいたんで、なんかこうでかいステージ上がるときはもう必ずこのメンバーで、はい、ほんでまあ先輩はマネージャーとしてそっちなんですね、彼だけはもうこれ支えると陰でなるほどっていうのはありかもしれないし、まあそれは分からないけどね。もう白鳥さんの中でいろいろ妄想しておいていただいて妄想というかねでもやっぱりあのダンスをしていて、歌をしていてやっぱ意見の食い違いとか、うん、そういうのがあった時とかはやっぱり話し合いがすごいなされるんですけど、やっぱ食い違いとかもやっぱりあるんですか？まあ、あるっちゃありますね。その時はあの朝までずっと話します。僕のメンバーは番さんは朝までずっと話します。だってまあここではまだ大丈夫です。ここはないですね、はい、うん、はい、彼らは僕らついていくね、一生懸命考えてくれてるみたいで、うん、はい、例えば今ね朝までって言いましたけど、どんなことで何かあるんですか、意見食い違ったり、まあ、考え方の違いだったり、考え方の違い、あのどんな女の子タイプかタイプかそんなの俺はこっちや何言うてんねんこっちや、俺はお前こっちの方がええみたいな感じで上になるんですか、はい、あ、そうかそっちないそれはそっか、やっぱりね、若いからねそれ抜きにしたらおもろないもんね、うん、え、勉強の方も頑張ってるんですか、君がいるかこの子一番バカなんですよ、なんか一番説得力ないねバッチシです、言うてもね、うん、まあ、まあ、勉強が、こちらが高校がその専門校なんで、ダンスの専門校なんで、週に1回あるかないかなんですよ、うん、だから、そんな勉強は、まあ、よくはないですねまあね、まあでも、好きなことは一生懸命頑張って、その分なさにね、うん、だから、この中途半端じゃないからいいですよ、ガッとね、そこに、うん、中途半端が一番良くない、うん、ちょっとこうかじってこんなこともやってってなったら結局ね、中途半端はどこまで行っても中途半端なんだよね、もうやるんやったら徹底してやる、うん、だから僕はもうダンスやったらダンスで徹底してやったらいいと思いますよ、で松田さんも歌ね、はい、徹底してもう歌ってもらって、はい、これからもね頑張っていただきたいと思いますけども、はい、ありがとうございます、あの今後の何かありますイベント告知、はい、ライブ、はい、まあ、こちらあの見せていただいている通りの、はい、12日は大東花祭り末広公園さんで、はい、ステージ出させていただきます、はい、で14日はあの僕だけになるんですけど、うん、ちょっとコンテストの、はい、次このコンテスト受かったらゼップナンバーに出るっていう、はい、勝負的なライブがあって、あとは東京にみんなで行って、はい、27日の日曜日はこの彼らだけバンジェムだけなんですけど、はい、ダンスのいうイベントがあるっていう、ダンスというか、まあ、あの音楽イベントがあるという感じですね、はい、でこちらの、あ、まだ出ましたね、すみません、はい、ありがとうございます、あ、そして29日の祝日なんですけど、こちらは、はい、日本橋にあるライブハウスで出させていただきます、はい、はい、あと5月の6日はまた野崎前公演さんで、あ、野崎ライブ出ていただけるんですか、はい、ま、嬉しいですね、はい、ちなみにマリアさんまた MC していただきますので、あ、お願いします、お願いします、お願いいたします、で、はい、例えばそのチケットのね、その購入うんぬんかんぬんというのは、はい、検索やっていただいたらいいんですかね、そうですね、検索で全部載ってますので、そこにメールとかいただけたら、はい、僕らがすぐコンタクトされる形にしてますので、わかりました、はい、ぜひよろしくお願いします、もう皆さんね、ほんまにこの爽やかな、うん、ね、ほんまにもう夢と希望を抱いたメンバーですからね、応援してあげていただきたいなと思います、はい、ではね、マリアさん、ちょっとね、さっきとまた被ってしまうかもわかりませんけどもね、これもう毎回ゲストさんに聞いてるんですけども、2014年、ね、もう4月ですか、うん、それでもまだね
上半期も終わってませんから、まだ終わってないですね。まだ2014年ありますからね。今年の目標、これだけは絶対達成するぞとか、こんなことに挑戦して絶対に成し遂げるみたいな、そういうふうな、この、なんていうんですか、思いをね、熱い思いをバーンと語っていただけますか。だから松田さんのその思い、はい、そしてバーンジェムさんの思い、そういう目標みたいなものをね、お願いします。はいはい、秋田の方で、僕は今年は、リリースしてワンマンライブをします、うん、2014年の目標です。はいはい、これがCD をリリースして、はい、リリースして、そしてワンマンライブ、ね、はい、大きいステージでライブします。はい、OK です。 OK です。では、はい、これは2014年は、はい、まあ、松田さんとやってるフューチャリングバンジムの方とこの僕たちバンジムの両立しながら、まあ、大きい舞台にどん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 出ていけるぐらいのレベルまで上げたいです。はい、上げます。はいはい、はい、いいですね。うん、その何々言い切るのは、言い切るね。そうなりたいですっていうんじゃなしに、そうなりますっていうのがいいですよね。うん、え、何か、な、他メンバー、はい、一言ずつ、せっかくなんで。どうですか。はい、頑張ります。はい、いいです、これでいいですよ。はい、僕は、そうですね、頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。あ、すみません、いました。僕はもう健康面頑張ります。さすがに、さすがだね。じゃそうです、健康、健康じゃなかったらダンスも踊れません。さすができない。うん、いや、締めていただきましたね。はい、さすがやわ。いや、ちょっと一緒になんかこうお笑いで やっていけへん。ね、はい、ちょっとお笑いやりましょう。あとの商談はもう裏の方で後で立ってみて。ということでね、はい、今日はマリアさん、うん、まあ、いつになくこの爽やかな、ね、雰囲気で、うん、もう楽しくおしゃべりもさせていただきました、はい、マリアさん、最後一言なんかエールを送ってあげてください。いや、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ、あの、野崎マリの時も、はい、話しかけてください。あ、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。もうバーンと言っても、あの、無視せんとくださいね。バーンってやってもプイってね、正しいんで。そうです、この縁をね、一生忘れないように。本当にありがとうございます、はい、もう私一回出てもうたらもう一生も言いますけど。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、マリナさん、いいですね、やっぱり若いというのは。ね、なんかでも喋ってたら、はい、あれですね、やっぱりちょっと若さもらえた感じがしますよね。でもやっぱり偉いもんやね、マリアさん、うん、あのね、うん、大人になってからやったら ね1歳2歳どころか、うん、5歳ぐらいね、うん、違ったところであんまり年齢差なんて感じないですよ。で、歳を重ねていくにつれて10歳、例えば70歳と80歳なんてほとんど一緒じゃないですか。一緒です、一緒です。ところが高校生って偉いもんやね、うん、15歳と25歳全然ちゃうもんね、うん、1年違っただけで、マリアさん、うん、今メンバーでも先輩、やっぱりなんかちゃうもんね。妙になんか大人びてるというか、はい、ね、アクチさんめっちゃお気に入りですもんね。お気に入り。ちょっとなんかこう、違う感じ、コンビをね、はいはいはい、もう後で勝手にそれはやってくれ。何やろ勝手に、はい、ね、これも、あ、これは私も作りました。はい、はい、清川雪森落語会のご案内で、この丸型、はい、あろ、はい。消すんかい、うん、もう丸がたいなって、ね、多かったと思うんですよ。あ、そうですか、わかりました。じゃあ、カチャッといきましょう。なんでタタッといきます。マリアさん、はい、ついに来ましたよ。ここ呼んでください。収まらない感動、収まらない感動が、衝撃の落語会。あれ、これまだ上にもあんねん。上陸、あ、これね、はい、これ上切れてるんですよ、はい、これはね、上なんて書いてるかと言いますと、何やったの、うん、何やったの、マリアさん、ごめんなさい、私見てない。あんねん、これ知らない、知らない。あ、止まらない、止まらない爆笑が、うん、収まらない感動が、はい、衝撃の落語会が日本上陸、はい、4月13日日曜日18時30分、はい、あなたは歴史の目撃者となる。今拍手に問い合わせ殺到、あなたもお気軽にどうぞ、はい、全然問い合わせ来てないね、うん、これね、ほんま問い合わせちょうだい、うん、まだチケットいっぱいありますから、はい、これどこで、そう、何をする、マリナさん、はい、これはあくまでも映画の告知でございますよ、はい、あとパッて言ってください。え、次めくってください。これです。ん、
この落語会の宣伝やったんですよ。寄席？寄席です、うん、それを映画風にやってみたんです今、うん、場所は今から言います、はい、和芸隅川行きも落語会マリアさん、はいはい、ウォールウェイズ三丁目寄席です、はい、マリアさんこれね、うん、ウォールウェイズ映画知ってるでしょ。知ってます知ってます。三丁目の夕日ね。東京タワーが、うん、建設中の東京タワーが映ってました、うん、我々上方落語ですから通天閣ですはいはい、ね、いいでしょ、うん、4月13日日曜日18時開場、はい、18時半開演となっております、はい、場所ですけども居酒屋三丁目だから三丁目寄席なんです。居酒屋さん丁目です。居酒屋さんでするんですか。そうなんです、でね、うん、ちょっと場所が分かりにくいんでだから問い合わせしてくださいと詳しく説明します、はい、でね私 Facebook、Twitter、うん、やってますから、はい、直接問い合わせていただいても OK ですし、ここの野崎本和がスタジオでも OK です、うん、はい、0728122918 0728122918、はい、こちらまででも OK です、はい、出演でございますけども、はい、隅川博弥長、はい、そして神室亭鶴丸、はい、そして私隅川博秀でございます、はい、気のせい1000円なんとワンドリンクついております、はい、今日日落語会1000円ワンドリンクついててなかなかありませんよ、うん、絶対に楽しんで帰っていただくこと間違いございませんのでね、はい、必ずお越しください。初めての場所ですか。初めての場所です。楽しみです。で居酒屋さんでするというのも2回目なんですよ、うん、はい、また普段と違った落語が。そうですね、周りの雰囲気によっても違いますもんね。全然違います、はい、場所によってね、うん、はい、で、うん、盛況やったらね、また2回3回と、はい、この大荒れで3丁目線続けていきたいと思いますんでね、はい、よろしくお願いします。はい、そしてはい、ついにこちらも迫ってきました、はい、これなんか画面が切れんねんね。ほんまですね。はい、島田妙子さん、はい、児童虐待のね、防止の、活動をされてる、はい、全国的に活動されてる、はい、島田妙子さんとのコラボがついに実現します、はい、その名も「ハクちゃんタエちゃんミラクル講演会」はい、はい、4月の20日日曜日、はい、お昼の12時半開場、はい、そして、1時開演となっておりましてね、はい、場所はオレンジハウス、はい、これどこかと言いますと、はい、島田妙子さんの会社、はい、株式会社 EJET という会社のそのビルの一番上にあるんですよ、うん、でこれも私の方にお問い合わせいただいたら詳細お伝えしますけども、はい、なんと33席しかないんです、はい、もうあとこちらの方はチケットあともう数枚しかないです。じゃあもうね、気になられた方は、はい、ぜひぜひ。で内容もものすごいいいですよ、はい、まず私落語一席させていただきまして、はい、その後に島田妙子さんの講演があります、はい、そしてトークショーがあって、はい、最後にもっぺん私落語一席させていただきます。はい、はい、機動線でございますけども、はい、2000円となっておりましてね、はい、そのうち必要経費を取っ払ってあとはこのオレンジリボン運動の方へ、はい、寄付させていただきますんでね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、そして第37回テルテンライブやってきました、はい、こちらの方はね、うん、また今後松田さん、うん、そして、バーンジョビさん、はい、ぜひとも出ていただきたいですね。はい、はい、37回目になります。テルテンライブ4月の29日になりますね。はい、はい、内容の方でございますけどもね、まず、はい、いつものように、はい、手紙体験教室、はい、そして石のハンコ教室が午前11時からあります、はい、そして出店の方ですね、はい、似顔絵消しゴムハンコ、はい、手作り石鹸等いろいろありますね。はい、今回手作り石鹸って初めてじゃないですか。ねえ、ちょっと楽しみですね。グリーンアップル。そしてマリアさん、この消しゴムハンコ見た、はい、黒猫堂さんの消しゴムハンコ、うん、もう見事な出来栄え、うん、このクオリティと高さ、うん、はい、もうね、私も消しゴムハンコ教室やってるんですけども、はい、舌を巻きましたね、はい、でも百聞は一見にしかずで、そうです、ぜひ一度ね、はい、参加していただければな、はい、そしてライブの方ですけどもね、はい、まず、午後1時からスタートですけども、はい、リコーダーですね、はい、森口市の、身体障害者福祉会、副会長のおっくんさん、はい、奥田さんによりますリコーダー演奏があります、はい、そして、はい、久々です、はい、森口市の歌姫、はい、梶ゆっこ、はい、ゆっこちゃん、ゆっこたん、まさに森口の松田聖子、はい、梶ゆっこ、はい、久々登場です。はい、そしてはい、ゴスペル、はい、こちらの方はもういろんな方がこれ総動員でございますね。ああ、いろんなね、ラキラキさんを中心に、はい、うん、はい、いつでも華やかですからね。ね、本当にもうパワフルでね、もう本当になんかマイクいらんのか、いらんのちゃうかっていうぐらい、そうです、声が響きますもんね。はい、はい、そして、うん、この間ゲストに出ていただきましたよ、トトさん、トト MC さんです、はい、ラッパーの、はい、私も C を授けましたから、はい、ね、そのぜひとも歌ってもらいたいです、私の C を。でも場所が違うんでね、それはまたの結果に伝えしてます、ね、はい、はい、次行きます。そしてシンガーソングライター、はい、なさこりょうた、はい、マリナさん、うん、私は
就活をしない学生シンガーソングライター、なさこりょうたと言うてましたけども、はい、もうそれは使えません、はい、なぜかというと卒業しました、はい、そして就活はしておりません、はい、音楽で彼は食うていく、はいね、音楽でニューヨークマディソンスキュアガーデンに立つんやと言うた男ですよ、はい、はい、ね、エルトレオデクワトロカミノスに立つと言うた男です、はい、はい、次行きますよ、はい、で、トリを取っていただくのは、はい、ハートフルポップバンド、はい、シャリーハーツ、はい、シャリーさんは、2ヶ月ぶりかな、うん、うん、もうシャリーさんもね、うん、なんやかんやと言いましてもテルテンダービーの顔ですから、はい、はい、だから赤組の代表カジユッコ、白組代表、はい、シャリーハーツという感じですからね、はいはい、もうね、シャリーさんもまたこの淳之介さんとかとね、はい、また一緒にこう顔合わせて出てもらって、うん、でね、シャリーハーツ TV というのもやってますから、そっちの方でも出てもらいたいですよ、ゲストで、はい、はい、ということで、はまたね、はい、していただきまして、まあ、ぜひ第37回テルテンライブ4月の29日の祝日に開催させていただきますので、はい、今回はね、はい、そしてマリアさん、はい、入場無料ですしね、はい、なんと今回からこ の,、はい、あのチラシの裏にクーポン券もつく予定ですから、はい、こちらの方は森口市のショッピングセンターテルプラザさんで使っていただけますのでね、はい、ぜひともお越しください、はい、そしてはい、野崎前に公演でゴールデンウィークイベント開催ということで、はい、5月3日から4日までは手作り市が行われます、はい、もうこれね、マニアさん全部読めません、はい、もうね、本当に盛りだくさんとなっております。チラシの方がいろんなところでもらえるんですかね。そうですね、こちら野崎フォームカスタジオの前の方にも多分刺さってるかと思いますので、はい、気になられる方はぜひとも手に取っていただきまして、はい、本当にこの野崎参りの時期ですね、はい、こちら野崎参道商店街の前を野崎参道さんに向かって何人でした、もう何万人でした、ね、15万人ぐらい来ます。ものすごい数の人が来ます。ぜひともね、はい、あのさんにも足を運んでいただきまして、こちらの、そうです、手作り市、あの東の空間の方にも遊びに来ていただけたらなと思います、はい、そしてマリアさん、はい、5月6日ですよ、はい、さっきもちらっと出ましたけども、はい、野崎ライブ開催、はい、今年で3年連続です、はい、出演者は、はい、就活をしない名前だけお願いします、はい、なさこりょうた、そしてトト MC、はい、そしてチャーハンさん、久しぶりですね、はい、チャーハンははっきり言うてバンジェムさんと引き合わせてあげたいですね。でもちょっと喜ぶ思います、はい、はい、これはまあ見てのお楽しみね、当日、はい、そして松田純之介さんです、はい、そしてバンジェムさんです、はい、初登場、はい、シャビーハーツ、はい、無学ライブ一座、はい、無学ライブ一座というのは、はい、今大東で一番人気があるんです、はい、はっきり言うて紅白歌合戦出るでしょうね、間違いなく出るでしょう、っていうか出てくれ。白州さんの思いが多大に入ったご紹介になります。そしてはい、キャットウォークさん、キャットウォークさん、はい、もうね、キャットウォークさんはもう何にも言うことないです、はい、ね、日本が世界に誇るビートルズトリビュートバンドのビートライブスのベーシストでありますニッキーさん、そして奥さんの京子、この2人で結成されたビートルズ、はい、はい、ユニットでございます、はい、ぜひね、5月の6日祝日、はい、今回は火曜日ですね、マリナさん、12月12時半から3時まで、ね、入場無料となっておりますので、マリナさん、人も、はい、これだけのメンバー入場無料なんて、はい、全世界に得されたらありえないですよ、はい、私やったらこれ1万円でも行きます。お、じゃあ払っていただいて、はい、寄付しましょうと、はい、それぐらいの内容です、はい、そして、はい、先ほどの野崎ライブ、テルテンライブ、はい、そしてこの野崎ライブ、はい、両日とも MC は竹内まりなです、お願いいたします、はい、はい、だからまりなちゃんファンもぜひともお越しください、はい、はい、本当にってことですか、以上ですか、でも本当に前にね、電話とかもいっぱいあるので、はい、ぜひぜひ、そうなんですよ、はい、あ、まだあった、そしてあのね、はい、これ日にちが変わってるんですよ。これね、4月27日となってるでしょ、はい。これね、6月の8日に変わってます。6月の8日に。はい。あの京都グローバルコレクション。はい。これは何かと言いますと、はい、私が管理人を務めております、はい、京都ポント町のスタジオ、はい。はい。そこを拠点としまして、外国人の人がお着物を着て、はい、ポント町界隈を練り歩くという、はい、なんとも言えん華やかなイベントでございます。はい。はい、またね、6月8日とちょっと日にちが変わってまいりますので、その近辺になったら詳しくご紹介させていただければなと思います。そして。野崎前に、今このね、野崎参道商店街がものすごい暑いです、はい、というのは野崎前に、あの野崎観音さんのね、野崎前にありますけども、それにちなんだイベントです、はい、はい、こちらの方が4月13日の日曜日ですね、はい、もう迫っておりますけども、ただ20日ですね、ごめんなさい、20日までありますね、はい、ほんでね、うん、このイベントなんですけども、はい、次めくってもらいます、はい、マリアさん、はい、
はい、大東で能と出会う日ということで、はい、能ってなかなかマリアさん見る機会ないでしょ。能狂言とか、うん、ちょっと敷居が高い、うん、でもそんな方にいっぺん能っていうのを体験していただこうやないかというねイベントとなっておりまして、はい、なんと知った顔がありますよ。ここ見てください。あ、吉村悦子、はい、悦子の部屋の吉村悦子さんがトークショーに登場されますんでね、はい、はい、悦子ファンもぜひとも足を運んでください。はい、野崎参りに行きましょうですから来てください。ぜひね、もう会場の方、大東市立文化ホールの方、はい、サーティホールです、やっておりますので入場無料となっております。はい、ぜひもね、4月の13日の日曜日から20日の日曜日の間に、うん、遊びに来ていただければなと思います。お願いします。4月の19日の土曜日と4月の20日の日曜日はね、またちょっと変わった催し物も、はい、開催させていただいておりますので、うん、詳しくはね、覗き参りに行きましょうのこのポスター、はい、探していただきまして、チラシ見ていただきましたら詳しい内容を書かれているかと思います。はい、ということで、はい、いや、こちらの、はい、スタジオにもこのチラシ置いてますからね、うん、はい、ぜひとも手に取って、はい、また詳細、確認してください。はい、それでは最後バタバタバタっといきましたが、はい、はい、4月はね、実はこちらのほんわかスタジオ、はい、野崎ほんわかスタジオからの放送これで最後になってしまって、多分次5月になるのではないかなと。あ、そうですか。思うんですが、いよいよさつきですか、はい、次は。なるほどね、はい、その前に多分ね、野崎参りの方があるのではないかなと思ったり思わなかったり。その前に1回あるんですかね。5月1日です。1日に、あ、じゃあ野崎参りの前に。そうです、最後にね、ドドンと。だからもっぺん、はい、ちょっと野崎参りの日に、野崎まゆ、え、どういうこと？なんか裏からね、旧姓山口前宮西マネージャーが言うてるんで、ボソボソっと。まあでも、あれですよね、はい、5年のように1日あったら野崎まゆでもここ人いっぱいの時ですよね。はい、はい、1から8まで、1から8までです。1から8まででちょうど初日ですよ、野崎まゆの初日の日に本話が聞いたのがあるということですか。はい、あるっていうことなのでな、本当にもうここ人いっぱい、ってことは人いっぱい通るところで食べるいいじゃないですか。でもね、時間がちょっと遅いんで、ちょっと何十人って入ってもらいましょうよ。でも入っていただきましょう。はい、まあちょっとね、その日はワイワイとしてる、ワイワイガヤガヤとですし、もうちょっとね、はい、皆さん去った後かもしれないですし、まあどっちになるかわからないですけれども、うん、また次回はね、5月の1日にお会いできればなと思います。ですね、はい、マリアさんね、はい、ほんまにね、花粉症も気をつけて、はい、ね、でね、俺最後一つだけ言わせて、はい、ね、うん、これ一つだけ、はい、皆さんすいません、最後にね、はい、13日、うん、4月の13日の日曜日、はい、上本町のハイハイタウンで、はいはいはい、囲碁大会というのがあるんですよ。はいはいはいです、はい、なんとかはいのはいです。はいはいはい、囲碁大会というのがあって、はい、なんと囲碁にど素人なこの竹内まりあが総合司会です。マリアじゃない。え、はいはいはい、総合司会やりますね。いや、囲碁でもね、このマリアさん囲碁5段の人と渡り合いましたから、ね、ちょっとだけね、教えていただいた時に、はい、なんかすごくちっちゃいマスの、9マス9マスとかなのかな、うん、それでちょっと指導を打っていただいて、すごかった。あの時やっぱマリアちゃんってほんまに負けず嫌いな思ったね。もうこんなのってそう、むちゃ必死で、もうビールの缶この辺に置いてそんなに食べてるんですよ、ね、顔だけ、ね、もう終わりましょう。それではまた5月の1日にお会いいたしましょう、はい、バイバイ、はい、皆さん風邪ひかないように、また寒いんでね、はい、バイバイ。